15世紀半ばのフィレンツェ共和国で制作された世界地図。2世紀のプトレマイオスズのギリシア語写本を13世紀にマクシムス・プラムデスが再発見し、それをヤコブス・アンゲルスが1406年にラテン語に翻訳して作成した円水図法地図がこの世界地図の元になっている。セリカは地図の北東部分に見える。セリカは古代ギリシア及び ローマの地理学において、アジアの東の果ての国々、または地域を指した語である。一般には、シルクロードを通じて、西洋ともつながりがあった、河北の州、旗、艦といった各中国王朝を指しているものとされている。一方で、海洋交易路から至る中国は、市内と呼ばれていた。中世になっても西洋人による中国の呼び方は、多岐にわたり、北や、 万ギ、チナといった故障が用いられた。セリカの民は、セレスと呼ばれた。セリカに至るためには、陸上ルートを通って、タリム盆地に向かわなければならないが、この道の大部分は、パルティア王国崩壊後にサーサーナッサによって、封鎖されてしまった。19世紀イギリスの学者ヘンリー・ユールは、古代西洋の地理学者たちの記述を次のように、まとめている。 セレスや彼らの国に関する古代の知識を異常な記述や明白な作り話を省きつつ融合させると次のようになるだろう。セレスの地域は広く人口の多い国で東に海がある居住可能な土地の限界にあり西はイマウスやバクトリアに接している。人々は文明的で恩和で正義の心を持ち質素であり 隣人との衝突を避け、性にも消極的であるが、己の制作したものを手放すことを嫌ったりはしない。産物は、キートが主であるが、絹織物や良い毛皮、極めて良質の鉄なども散する。これは明らかに、中国人の説明と言える。一部の学者は、セレスとは、中国人そのものではなく、古代インドと交易があったインドヨーロッパ語族。 すなわち、月子や坂、戸原といった人々を指していると主張している。ラテン文字のセリカやセレスという語は、古代ギリシア語の整理系とセーレスからの借用語である。さらにこの言葉の語源は絹であるとされる。ユリウスハインリヒクラプロート以降、この西洋の絹を意味する言葉を、古代中国語の意図と結びつける説が提示されている。というのも、この字は古代中国では、 S, s という発音だったのである。古代ギリシアローマ人は、絹は、コから作られることを知らず、セールという逆聖語を作った。また、絹の血、カンカなどと合わせて、インドのベーダに起源を求めている左、バオータイカンボで発掘された、紀元前2世紀の前寒期の木乗り物。右、前寒期の青ガラスき。中国では、春秋時代以降、 西アジアから輸入したガラスを用いて、トンボ玉を製造していた。ガラス機の製造が始まったのは、全艦期である。フランス人のローランフライが1522年に製作した世界地図。セリカは、ヒマラヤ山脈の北に、機体は、アジアの東北の端に置かれている。紀元前1世紀以降のウェルギリウス、ホラティウス、 ストラボンといった古代ローマの詩人、歴史家たちは極東の中国で絹を作っているセレスについて漠然とした記述しか残していない。一世紀の詩人のルキウス・アンナエウス・フロールスに至ってはセレスをインド人と混同していたようである。少なくとも彼はセレスとインド人がローマ人とは別の空の下に暮らしているというようなことを書いている。 同じく1世紀の地理学者、ポンポニウスメラは、セレスの地は、東の果ての海に面する沿岸地帯の中心にあって、南ではインド、北では、ユーラシアステップのスキティアと接している、と説明している。4世紀の歴史家、アンミアヌス・マルケリヌスは、セレスの地は、バウティスという川に沿ってそびえている自然にできた巨大な、壁に囲まれている、と述べている。 東ローマ帝国と突決が接触するようになってから、タウガストという中国の新たな故障が生まれた。これは、チュルク語のタブガチを元にしている語であるが、さらに元をたどれば、この時代に、下北を支配していた、北義の長宅跋氏が語源である。ユスティニアヌス一世の時代、東ローマ帝国は、ソグディアナから絹を輸入していたが、 この交易ルートをサーサーナサに封鎖されたため、最良の絹の産地、セリンディアが、インドの北に存在するといったネストリウス派の層の、助けを借りて、ソグディアノからカイコを盗み出し、東ローマに養産絹織物産業を導入することに成功した。セレスについて現在知られている、ヨーロッパ最古の文献は、紀元前5世紀にクテシアスが表した、インド史にある記述で、 セレスを、驚異的な長身と長寿の人々と述べている。ストラボンが一世紀に表した、チリ種では、セレスについて二度言及されている。一つ目でストラボンは、一部の著述家の言説として、セレスは、オネシクリトゥスが130歳まで生きるとした、インドの虫カの異人よりもさらに長寿であるとしている。二度目の言及は、グレコバクトリア王国に関する記述であるが、 アルテミタのアポロドルスがこの国の国境がセレスやフリーニにまで隣接するほど広がっていたと主張していたという話を伝えている。紀元1世紀のローマの地理学者ポンポニウスメラの地理史ではセレスはアジアの最東方にいる三民族のうちの一つとして紹介されている。彼はセレスの住んでいる地を南のインド人と北のスキタイ人に挟まれた場所で あるとしている。その後の部分で、ポンポニウスメラは次のように述べている。東方への三つの道は、それぞれ別の地へ進み、それぞれに特色がある。スキタイ人の岬への道は、まずもって、雪のために通り抜けられない。この未工作の地は、野蛮人に占領されている。この部族とはすなわち人を喰らう、スキタイ人や坂人であり、両者は、 獣の数のために居住できない地域で隔てられている。他にも広大な荒野が南にあるが、ここもの,の獣に占領されており、タビスと呼ばれる山脈が海へ突き出ている。セレスは二つに挟まれている。この人種は、その高潔さで知られており、また、砂漠のある場所に品を置いていって、自分たちの背後でその品を取引することを許すという、取引法でも知られている。 後世で出土した五感時代の緑色ローマガラスガイウスプリニウス。セクンデュスは、博物史第六巻第二十章でセレスに言及している。彼も、東方のスキュティアとアラノを挟んだ反対側にセレスがいるとした。また彼の前のベルギリウスと同様大プリニウスも明らかに養蚕を誤解していた。彼は、絹は何かしらの樹木から取れるものと考えていた。 おそらくは、綿製品と混同していると思われる。それから進むと、さらにスキタイ人がおり、さらにまた野獣の住む荒れ地があり、ついにタビスと呼ばれる山脈に達するが、これは海に覆いかぶさる断崖を成している。そして北東に面しているその海岸の全長のほぼ、半ばを進んだ時に初めて人の住む地域がある。最初の人間居住者は、 セレスと呼ばれ、彼らの森から得られる、あらゆる毛織物で有名だ。彼らは歯を水につけた後、その白い綿毛を透き取る。そして我が国の婦人たちに、その繊維をほぐし、さらに折り合わせるという二重の仕事を与える。四世紀のアンミアヌス・マルケリーヌスも同様のことを語っているが、それに先立つ二世紀のパウサニースはセレスが飼っている。 カイコが絹を作る元になっていることを知っていた。彼は中国を訪れた外交家や商人に注意を払うべきことを示唆している。他の部分ではダイプリニウスはセレスの鉄はパルティアのものをもしのぐ世界最高の質であると述べている。さらに彼はクラウディウス帝の元にやってきたタプロバナの施設が話した興味深い情報を取り上げている。これによれば セレスというのは、タリム盆地のトハラ人のようなインドヨーロッパ語族の人々を指している可能性もある。また彼らの島のインドに面した側面は、長さ1、250マイルで、島は、インドの南東にくらいしているということ。そしてヘモドスを越えて、中国人の国にも相対していること。この中国人は、交易によっても知られており。 ラキアスの父親がそこへ旅行したことがあったが、そこへ到着するや、いつも中国人が急いで浜へ下ってきて、彼らを迎えると語った。彼らの話では、中国人は、普通よりも背が高く、甘色の毛髪と青い目をしており、荒々しい口調で物を言い、旅行者と取引するときは言語を用いない。クラウディオスプトレマイオスの地理学にある地図の一つ。セリカは、 市内の遥か北方に描かれ、市内の南にはマグヌス・シヌスがあり、マレー半島を挟んで西方にインド洋が描かれる構成になっている。150年のプトレマイオス図では、セリカはスキュティアのさらに東方、地図の北東の端に配置されている。また、イマウスの先に書かれていることから、クラウディオス・プトレマイオスのセリカ像は、 現在の新疆にあたる地域も包含していたと思われる。プトレマイオスによれば、セリカはスキュティアエクストライマウムモンテムの西にある。北辺は西洋の地図の最北限、トゥレと同意度圏の線を境に未知の世界に接している。東は経度180度の線を境に未知の世界に接し、南はガンジス川と外、 スキュティアの境を延長した線を境に、市内と接しているとする。ヘンリー・ユールは、プトレマイオスが、インド洋を内海だと誤解していたために、中国の海岸線の伸び方を解釈し損ねていたとして、その上で、プトレマイオスが本来セリカと同一である、市内を分離して描写してしまったのだと主張している。実際、地理学に付随している、プトレマイオス図では、 インド洋の周囲を囲むように陸地が描かれている。プトレマイオスは黄金半島に港湾都市カッティガラが存在し、そこまでアレクサンドロスという名の航海者が訪れていたと述べている。1877年、フェルディナント・フォンリヒト・ホーフェンは、カッティガラは当時高鎮軍が置かれて中国王朝の支配下にあった、現在の北。 ベトナムハノイ付近にあった都市であるという説を唱えた。しかし考古学調査が進んだ現在では、古代、ローマや地中海世界の物産が多数出土しているオケオプトレマイオスの言うカッティ柄に否定するのが定説となっている。オケオでは、アントニヌスピウスやマルクス・アウレリウス・アントニヌス時代のローマ帝国の金貨が発見されており、 少なくともネルアントニヌス朝時代には古代ローマの商業活動が東南アジアにまで至っていたことが伺える。タイやインドネシア、マレーシアでもこうした交流を裏付ける遺物が出土している。中国側の歴史書にも現在のカンボジアやベトナム付近にあった不南国で大新人商人が活動していたことが記録されている。こうした考古学的証拠は 166年にアントンからの施設が高ン群に到達したという中国史書の記録とも符合する。高ン群にはその後も何度かローマからの施設が到来したという記録が中国側で残されている。各カ々クカク六ツで出土したコンスタンティウス二世時代のドーカプトレマイオスはセリカの北辺には アンニバ山脈やアウザキア山脈といった山脈があるとしているが、これはアルタイ山脈のことだとされる。また、カシア山脈とあるのはゴビ砂漠の中にある山脈を指しているとされる。プトレマイオスがセレスの主要な川としたバウティススは黄河に否定されている。古代ギリシアローマの著述家たちはセリカに十数の部族や十数の都市を置いている。 その描写から、これらがすべて同じ民族だったとは考えられないが、地域を表す一つの名称を共有していたことは、確かなようである。セリカの首都は、セラ、セラと呼ばれているが、これについてはこれは、長安や洛ラクヨラン州、部位、北京などに否定される。また、カシュガルやヤルカンドとする説もある。プトレマイオスは、イッドネスビをセリカにいる、大部族とし、 その首都として、イッセドンという都市を挙げている。セリカのイッセドンは、パミール高原の東部とする説やアルタイ山脈の都市を、指すとする説がある。また、アスパカラと呼ばれている都市は、高河源流付近にあったとされる。また、古代西洋の著述家たちは、心地よい気候と、鉄や、毛皮、宝石などの天然資源に恵まれた地であるとしている。ありがとうございます。